北欧のキッチンによくあるものを紹介します。東京に住んでいますけど、築85年の古民家のキッチンを北欧風にしました。私はスウェーデンで育った家でもこのものがありました。ステンレスのかっこいいデザイナーズものなんですけど、何のものだろうね。開けてみましょうか。タラン、スウェーデンのアールケから来ました炭酸水マシン。使い方も簡単なんですよ。ガスボトル入れて、お水はアールケのボトルに入れて、こっちの線まで入れてください。炭酸水マシンに入れて回して、レバーを数回引きますね。また取ってから美味しい炭酸水ができました。乾杯。日本の夏は暑いからいっぱい水を飲んでね。日本の家ではよくこういうものありますか。スウェーデンでよくあるよ。かっこいいでしょ。